はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安江でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、この前そのコメントでね、リクエストをもらったね、いつもその流動食ってどんなの飲んでるんですかとかっていうのと、この前ね、その管理栄養士さんにもらった表あるじゃないですか、一回紹介したことがあるんですけども、その糖尿病にならへんような食生活っていうのをね、1日1600カロリーでこう限られたやつを作るっていう表があるんですけども、それをね見て、料理ってどんな風にやってるんですかっていうのを教えてくださいっていう風なリクエストをいただいたんで、今日はねその動画をね撮ります。というか、まあその動画なんですけどもね、まあ、いつも僕が食べてることをね動画にするっていうだけの話なんで、そんな大した内容でもないんですけども、まあ、リクエストにあったんでね、お答えしていきます。でも皆さんね、ほんまにねびっくりされると思います。僕が普段飲んでる流動食、まあ、スムージーといえばかっこいいんですけども、あのね、どうしても量がすごく多くなるんですよ。一生でこんなに飲んでんのっていうぐらいの量になってしまうんです。なのでねもうほんまこれを見せてもういいんかなって思うぐらいの感じになるんですけども、まあ今日はやっていきますんで、よろしくお願いします。はい、ということでね、今からね作っていきますよ、流動食をね。まずね、この表なんですけどもね、全然見えへんかな、ちょっと下げよう、暗くしてね。まあ、こっちからね見てもらったら分かると思うんですけども、見えるかな、ざっとねこのような感じで、これが1日の、取ったらいい単位ですね。なんかこう1単位何グラムとかっていうふうにこっちに書いてあるんですよ。で、あの朝昼晩これやったご飯をね、こういうふうに書いてくれてるんです。優しいですね、管理栄養士さんがすごい優しいんですよ。でこれを見て、これはどれぐらいいる、これはどれぐらいいるよっていうのをやっていきます。主食だけね、ご飯だけねこうやって分けてくれてるんですけども、あとはもう3分割制って感じですわ。朝昼晩のね3分割制って感じなんですよ。だいたいこれで 1食あたりどれぐらい食ったらいいんかっていうのを算出して、分けたものがもうありますんで、それを今からご紹介します。これね、最初に見えてたと思うんですけども、これがね、胸肉でございます。胸肉はですね、80g って書いてあるんですけど、皮なしなんで 80g なんですけども、あんまりね、あの食べ過ぎたらダメなんで、取り過ぎたらダメなんで 50g です。ごぼうと人参 50g、 中華野菜ミックス 50g、 ほうれん草 50g、 あさり皮むき 50g、 ブロッコリー 50g、 これでだいたい野菜類が 150g で想定してます。1食 150g で、こちらですね、次はこれは余りもんなんですけども、米、このね、このお米はね、こっちは普通の先入りだ白ご飯です。いるかな、うん、こっちが白ご飯で、こっちが朝の子供の弁当におにぎりいつも作ってるやつの残りです。でこれで合わせて 150g です。ほんでこれがこの前餃子作った時に余った中身のあんこです。でこれね、ハンバーグにしてね、食べた時のまだ身が残ってるやつがね、焼き忘れてたやつがあったんで、それの残りです。これが今日の、お弁当に入れた残りです。残飯ですね、残飯。でこれを今から茹でます。全部茹でます。なのでこれをね、全部ねフライパンに入れます。せーの、ほい、じゃーん、全部フライパンの中に入れました。今からこれを水 500g 入れて茹でます。水 500g 入れます。ね、皆さん信じられへんと思いますけどね、信じてください。僕これ毎日飲んでるんで、食べてるん でしっかりね火を通すのに、沸騰するまで待ちます。はい、ということでね、開けていきますよ。はい、沸騰しております。グツグツ沸騰します。ここで火を止めます。火を止めて、ここでこの熱い
今煮汁をですね一回取り出します。別の容器に入れます。お鍋なんですけども入れますね。これね、このままね、まあ、この後ブレンダーするんですけども、これをねこのままブレンダーしたらねめちゃくちゃ熱いんですよ。なので今から冷たい水を入れます。冷蔵庫でね冷やしたらね冷水をね入れます。本当はこのまま冷ましたいんですけどね、もうすぐ食べたいんでね。この煮汁はね野菜の栄養分が出てねすごい栄養満点なんで、後でちゃんとね入れて飲みますんでね、まずここに置いときます。そしてこれを同じ分量 500g 入れます。これを入れていきます。冷ますためにね入れますんでね。そしてブレンダーでございます。いつも使ってる愛用のねブレンダーでございます。これでもうミキサーしていきますのでね。よし、ブレンダーできたんで栄養満点の煮汁を入れてます。はい、完成です。完成です。もうこれだけです。本当にこれだけです。でこれをいつも飲んでるいつも使ってるコップに移します。いつも使ってるコップです。2リットル容器です。これをこの中に入れます。えい、さあ入りましたよ。ね、分量がね多いんでね、もうこの2リットル容器にしかね入らないんですよ。完成です。でこれといつもの納豆、これです。これとこれが僕の1日1食の1日1食だけじゃないわ、1日1食分の、ね、食事でございます。椅子をね持ってきて、はい、では今日のお昼ご飯いただきます。いつもこうやってね食べてます。見た目これもあれでしょうね、野菜スムージーでしょね。でもね、内容を聞いたらねびっくりしますよね皆さんね。で今日はまあ、野菜にお米入ってて、で餃子の残りでしょ、で鶏肉も入ってますしね、で朝のね子供の、弁当の残りなんで、味はね野菜スムージーと何ら変わりません。でちょっとお米が強いね、餅を飲んでる感じの感覚がありますけども、美味しいんですよこれ本当に。てかまあこういうのしかね食べれません。歯が痛いんでね。あ、そうや、今日はちょっときな粉とごまを入れるの忘れましたけど、いつもはこれにねきな粉とごまをね、小さじ1杯分ぐらい 5g ずつぐらいに入れてます。なのでね、まあ、ごま言うと白ごまなんですけど、白ごまの味ですわ言うたらね、白ごまの味がついて美味しいですよ。で、まあ、これ自体にはほんまに野菜スムージーの野菜の味しかしませんのでね、まあ、ちょっとだけそのね他に入ったおかずの味もしますけども、納豆もねもう蓋開けて混ぜてるだけです。本当にタレもねからしも入れてません。そのタレも口が痛くなるんで、あれもね味が濃いんでね、聞いたところによるとそのタレっていうのは添加物の塊らしいんでね、これもこのまま、うん、美味しいです。慣れればね、本当に美味しいんですよ。まあ、このような感じでですね、僕の一食分のご飯の紹介でございました。ちゃんとね、あれや、こちらのね、糖尿病食品交換表の使い方っていう表をね、見てね、やってるんで、これもう一度ね、皆さんに見てもらいましょうね。こちらですわ。これがね僕のもらった表でございます。ねえ、どうですか、気持ち悪いでしょ見た目ね、すごいやってることも気持ち悪いですよね。でもこれしか僕今食べれないんですよ。でもたまにねその焼肉とかもします、餃子も食べますけど、本当にその後後悔するんです。めっちゃ歯磨かなあかんやんと思ってね。
で歯に詰まって痛いし、でもまあたまにはね噛みたいっていう気持ちの方が勝つんですよ。その食材をね噛んで噛んで味わいたいっていうのが勝つんで、でもそれを毎日するとやっぱ苦痛になるんで、やっぱね食事をこういう風なやつで補っております、という感じでございました。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、いいと思ってもらえるのかわかんないんですけども、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。でそしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。